テレビのインタビューで彼はもしデビューできなかったら自衛隊に入るつもりだったと話しています。彼は人々を守ることが好きなのです。平野信洋さんは目立ちたいとか、売れたいという気持ちがあまり伝わってきません。彼の優しさと才能のおかげで、より多くの人が彼を愛しています。平野信洋さんは常に強い責任感を持ち、老若男女を問わず多くの人々に愛されています。彼の存在は、 多くの人々にとって特別なものであり、彼の活動を通じて彼らの人生に明るさと希望をもたらしています。テレビのインタビューで、デビューできなければ自衛隊に入るつもりだったと言っています。人を守ることが好きだからです。しかし、先輩に止められたそうです。だからいつもファンの方々に元気を与えたい。明日が来るのが楽しみな存在になりたい。という思いを持ち続けているようです。 彼の世界進出も日本人代表という意味を持っていますね。彼は子供の頃から外国の曲を聴いており、ジャニーズの存在も知らなかったそうです。なので、元々好きな世界観を追求したいのだと思います。彼の感覚は日本では狭すぎるということですね。平野紫洋さんは常に強い責任感を持ち、老若男女問わず多くの人々に愛されています。彼の存在は、 多くの人々にとって特別なものであり、彼の活動を通じて彼らの人生に明るさと希望をもたらしています。彼らは自分たちでグループのプロデュースを行っており、常に責任感を持って取り組んでいます。彼の人間性や幅の広さを伝えることができて、私はとても嬉しいです。ファンの方々は彼についてよく知っていますし、これは彼の魅力のほんの一部にすぎません。私はただ、 ヒラの潮君の人間性と幅広さをお伝えしたかっただけです。ファンの皆さんはもちろんご存知ですが、これはほんの一部です。彼は常に責任感が強く、老若男女問わず多くの人に愛されています。彼の物語はまだ終わっていないように感じます。彼にはまだたくさんの可能性があり、私たちは彼がどんな新たな挑戦をするのか楽しみにしています。 彼の優しさや才能は、彼のパフォーマンスや音楽活動だけでなく、彼の日常の行動や態度にも現れています。彼はファンの方々に対して常に感謝の気持ちを持ち、彼らとのつながりを大切にしています。彼の人生やキャリアに焦点を当てると、私たちは何か新しい発見や洞察を得ることができるかもしれません。彼の成功や困難。 そして彼がどのように成長してきたのかを探求することで、私たちは自身の人生にもインスピレーションを受けるかもしれません。彼の成功の背後には、努力と情熱があります。彼は常に自分自身に高い基準を課し、自己成長に努めています。彼の人気は、彼の才能と努力の結果であり、それを維持するために彼は常に努力を惜しまないのです。彼の人気は時代やトレンドに左右されることなく、長く続いています。 彼は多くの人々にとってインスピレーションの源であり、彼らの人生にポジティブな影響を与えています。平野紫耀さんの物語はまだ進行中です。彼の未来がどのように展開するのか、私たちはワクワクしながら待ち望んでいます。彼の才能と情熱は、彼をさらなる高みへと導くでしょう。最後に、皆さんは平野紫耀さんについてどう思いますか彼の魅力や才能についてお聞かせください。また。 彼に対して期待することや彼を応援する理由も教えてください。彼についての意見や感想をお待ちしています。